ゆっくり対流です。ゆっくり中世だぜ。ゆっくりメイリンです。今回も8年交戦モッドをやっていきます。1944年12月、ソビエト連邦が対日参戦したことで、国民政府は重慶引きこもり生活からやっと脱却できそうだ。もうすぐ日中戦争開戦から8年。なんとか中国は持ちこたえたわ。これで日本の幸福も時間の問題。戦後を考えて行動しなければな。華北、内蒙古、満州はすでに共産党ゲリラが潜伏。将来的に共産党の領土となってしまう可能性が高いです。ソ連は占領した領土を共産党に引き渡すでしょうしね。あと地味に東トルキスタン共和国が新疆軍閥を圧倒している。新疆軍閥、弱すぎる。補給がクソすぎて派兵するの面倒なんで介護せずに放置してます。一方ソ連軍と中国軍に強撃される日本軍は一気に後退。だってソ連参戦から半年経ってもまだこの線ですけどね。と、ここで日本と和平交渉ができるように。満州が落ちたので日本と講和できるようだ。では日本に降伏を要求しましょう。こうして1945年6月、日本は中国と講和。日本は大陸から完全に撤退し、国民政府は南京に復帰したわ。満蒙はソビエトの占領下に、朝鮮は中立の独立国となった。一応華北は中華民国の領土ですが、共産ゲリラが大量に潜伏しています。その後、ソ連は関東州を除く占領地域を返還したわ。返還、各国民政府に返還するとは言ってない。満州の中心都市である奉天、改め瀋陽以外は全部共産党の解放区になったぞ。しかし、満州の大半を共産党に渡した吉久おじさんはなぜか国民党に義勇兵を送ってきました。お前はどっちを支援したいんだ？ちなみにこの義勇兵はソ連の支援を受ける東トルキスタン共和国と戦うために送られてきたものよ。何がしたいんだ、筆ひげ。ソ連が国民党に好意的なのは、ブルジョア革命の後に社会主義革命が起きるという二段階革命論に基づき、都市労働者が育っていない中国ではまずブルジョア革命を起こす必要があるという考えからでしたが、第二次世界大戦を経て国民政府がアメリカの支援を受けるようになると、ソ連はこれまで消極的だった共産党への支援を積極的に行うようになります。なあ、うちってアメリカの支援を受けたっけ？ いえ、ゲーム的には空軍を送ってきただけよ。空軍なんか送られたって中国の工業力じゃ使えねえよ。この国民精神があるから空軍とか戦車は自国生産不可能だしね。もらったやつだけで日本軍と戦うのは無理がある。西側諸国には今のところ何の恩義もないわ。むしろビルマ占領されてるせいでそっちにも軍隊回さないかんかったし。なのでこのままだと私たちは西側にはつきません。ついてほしいならば経費を殲滅するための大規模な援助をお願いします。どっちにしろアメリカは援助できなさそうですよ。え？見てください、フィリピンがまだ日本占領下な上に海戦も起きてますね。これ、日本は中ソと和平したけど英米とは戦争状態です。太平洋戦争終わってないの？なんで？どうやらあの講和の対象に英米は含まれてなかったようです。いや、大陸失った時点でもう負けたようなもんなんだからポツダム宣言受諾しろや。そして1946年3月、原爆が投下されました。日本本土にか？いえ、チュニジアにです。は？チュニジアを除いてみたところソ連領だったわ。なんで共産主義国が植民地を持ってんだってツッコミは置いといて、ソ連領に原爆が落ちたってことは。おめでとうございます。第三次世界大戦開戦です。いや、まだ日本と連合が戦ってるから第二次が終わってないんだけど。まあ現在は東西の間にいるこのアンシュルスした西ドイツが壁になってるんで、全面戦争には至ってません。これが国家丸ごと鉄のカーテンになった西ドイツの壁。なんでアンシュルスしてるのよ。ヤルタ会談イベントが起きた後にドイツ国が残った状態で講和が行われると、西ドイツに併合されるという仕様に基づくものです。ちなみにスイスと西ドイツの間にリヒテンシュタインにしてはちょっと大きい国家がありますが、これはオーストリアです。欧州の天地は複雑回帰なる新情勢を生じた。ああ、教費がどんどん過酷の州を願いらせてきます。ディシジョンで相当してるけど、追いつかない。諦めるある。過酷の人民は我ら共産党を支持している。未だ軍閥も排除できてない汚職まみれで軍規も緩い国民革命軍より、規律ある人民解放軍をみんなが支持しているある。ゲリラ戦しかしてきてない教費に言われたくはないわ。ほう、まだ現実が理解できていないあるね。我々は満州を接収してソ連の支援を受けて極めて短期間で正規軍を組織した。八路軍から生まれ変わった人民解放軍は今や国民革命軍より盛況な軍隊ある。こっちだってアメリカから支援もらってるもん。いや、米帝は相変わらず戦闘機しか送ってこない。でも代わりにソ連が支援してくれてるわ。あいやー、国民政府に銃を送る暇があったらこっちに送れや、筆ひげ。こうそ一辺倒じゃなかったんですか？これは中ソ対立不可避。そういえば、大流、お前もうすぐ死ぬよな。安心してください。この大流は1946年の航空機事故を回避し、国境内戦でも特務を率いて大活躍する予定です。大流は本来1946年に航空機事故で死亡、その後特務は相対数をめぐる権力闘争で弱体化するわ。大流の死は国境内戦での勝敗に大きく関わったとも言われ、蒋介石は大流が生きていれば台湾に撤退するようなことはなかった。敵の周恩来も大流の死が革命を10年早めた、と言ったとされているわ。というわけでこれで国民党の勝利間違いなしですな。
まあ、そもそも負けるはずがないしな。共産党なんてずっと山奥に引きこもってただけだし、死弾数も少ないだろ。なお、人民解放軍のユニットはイベントで死ぬほど湧く模様。あと、少しだけインフレが進んでますね。まだ低インフレだし、史実と比べれば圧倒的にマシだね。このモッドのインフレは安定度が低いと進行します。貿易法とも関連しており、自由貿易法の時は安定度 15% 以下で進行。現在の輸出制限法だと 50% 以下で進行します。安定度が下がったら自由貿易法にすればいいし、安定度はそんなに高くないとはいえ、67% あるし、戦時になれば俺の特性大元帥が発動してさらに安定度上がるもんね。消費を迎え撃つ準備は万端ですな。わっはっは。忘れてると思うけど東トルキスタンと戦ってるからもう安定度補正付きよ、これ。過酷の州がバンバン寝返った結果、うちもウコで包囲されてる軍もいるけど大丈夫？大丈夫。内戦が再開したらすぐ解放してやるからな。そして1946年2月、解放区が国民政府に宣戦布告し、第二次国境内戦が始まりました。うむ、国民革命軍は準備万端。あや？なんか減った？内戦が始まった瞬間、国民革命軍の一部が消し飛ぶように設定されてます。その上安定度にマイナス30の特性が内戦が終わるまでつきます。これにより国民政府は否応なしにインフレに苦しめられます。まあでも戦争に関する補正は師団回復率マイナス 20% が180日つくだけ。いや、全装備に対する修正とかいう見たことないデバフがマイナス 20% つきます。要は全ての装備の性能が 20% 落ちるってことだと思います。ふざけんな。それって実質全師団の戦闘力マイナス 20% だろ。あと開戦直後に過酷の州のいくつかが寝返って師団が包囲されました。包囲されているなら助け出すまでだ。強肥どもが支配領域を広げる前に早期決着を目指す。沿岸を落とせ。全方面で劣勢、勝てません。人民解放軍強すぎます。残念だったな、翔よ。この戦争、お前の負けだ。いや、こっちの方が国力は圧倒してるし、米ピンすら陥落してない。孫先生の意思を継いで中国を統一した俺が負けるはずがない。でも BGM も中共になってて負けムードが漂いつつあるの。大雄、特務を使って共産党をどうにかしろ。ホイヨンの情報機関に戦況を覆せるほどの力はないですよ。諦めてんじゃねえ。このままだと台湾行きだぞ。翔ちゃん、10年前は君が中国の主人公だったけど、日中戦争を経てそれは変わっちゃいました。いきなり大量のデバフを乗せられてしまうかわいそうな国民政府に対し、モーちゃんには人民の支持っていうとんでもないバフがついてて、他にもいろいろバフがついてる上に NF でどんどん戦闘バフが足されていきます。一方こっちの NF は内戦に勝つか、負けて台湾に行くかじゃないと解禁されません。おい、汚職と戦うとか、インフレ対策とか、アメリカに支援を要請とか、そういうことはできないのか。はい、勝つか、負けて台湾に行くまでは何もできません。ちなみに勝つと独裁をやめて憲法制定&民主化し始めます。いいじゃん、民主中国。夢あるじゃん、やりたいじゃん。じゃあこの解放区を倒してください。戦闘バフもりもり、安定度 100%、主人公補正がかかってるマオちゃんを。俺は諦めない。俺は張作霖もご配布も風力省も倒した。国民革命軍の大元帥だ。それはいいんだけど、インフレがものすごく進行しているわ。現在、民国の安定度は 15%。一応自由貿易法に変えますが、それでもインフラが進行します。次から次へと。ちょっと国民政府への当たりがきつすぎないか？いや、概ね史実通りです。大変よ。米ピンが陥落したわ。オーノー。本当にイベント選択肢通りの補正がついてます。師団指揮統制率マイナス 20%、師団回復率マイナス 25%、師団攻撃防御マイナス 30%。なんで都市一個落とされただけでこんなにデバフがつくんだよ。重要都市陥落により、国民革命軍の士気が大いに下がったってことでしょうか？国民政府の本拠はかなんだろうが、なんで米ピン落とされただけでこんなデバフを受けなきゃいかんのだ。国境内戦では三大戦役というものがあり、米ピンをめぐる平津戦役、満州をめぐる両津戦役、華中をめぐる愛海戦役を指します。うち前二つの戦役で重要都市であった米ピンと新陽、および首都である南京の喪失は国民革命軍の士気に重大な影響を及ぼします。だって、満州と華北では明らかに人民解放軍が優勢だし、このままだと信用も落ちますやん。というわけで国民政府はこの二つのデバフを背負うようになったわ。おい、当然のように満州を失感してんじゃねえ。満州守るのは無理ですよ、人民解放軍に包囲されてんだから。国民革命軍は華北を放棄して中国本土は南北に分断されたわ。かなり解放軍の領域がでかくなってきましたが、南部の方が開発されているので、国力的にはまだ国民政府の方が上です。マオちゃん、ほとんど攻撃を仕掛けてこなくなったな。解放戦争という1年間限定の国民精神に防御重視プラス 80% がついてるので、モーちゃんはその間は積極的に攻勢を仕掛けてこない模様です。国境内戦の前半は数に劣る人民解放軍が防御的に動いてたことの再現ね。いや、最初から数ですら負けてたし、華北と満州で攻撃されてましたよね。操縦協定に基づく国境の連合による民主連合政府の樹立の話がやってきました。もう内戦してるし、なんならモーちゃんの側から宣戦してきてますよね。下の選択肢だと共産党が了承すれば平和統一できるわ。国境連合政府ってどっちにせよ民主主義にならなさそうだよね。
蒋介石は排除されるだろうし、高確率で共産党に乗っ取られそう。戦争中だし、どうせ了承しないので共産党と仲良しの中国民主同盟を禁止、国民党一党独裁を維持します。教費に譲歩はいらぬ。戦況的にこっちが譲歩してもらう側だと思うんですけど。なあ、今って戦争中だよな。ええ、バリバリ内戦中です。なんか平和じゃない？一切戦闘起きなくない？たまに小競り合いがある程度で平時と変わらない状況ですね。真央ちゃんの意図がわからない。何をしたいの？ということで2年半後の1948年12月です。え？2年半戦況に動きなかったの？はい、全く人民解放軍が動きません。横で起きてる第三次世界大戦では東西が死闘を繰り広げてるのにね。むしろ中国は普通に経済成長、いつ台湾に逃げても大丈夫なぐらいたんまりと物資を溜め込みました。ふう、そろそろ準備ができたある。渡航戦役の始まりある。いや、2年以上も準備する必要あった？なんならもう1949年なんで3年です。中国の覇者たるを証明するには国民革命軍に絶対的な勝利を見せつける必要がある。さあ、人民解放軍よ、見せよその本気を。うわ、人民解放軍が一斉に動いた。国民革命軍ずっと塹壕掘って待ってたし、制空権も取ってるのにボロボロです。指揮統制率が低すぎるんだよ。おら、蒋介石、南京に来てやったぞ。やばい、台北に逃げなきゃ。やっぱり台湾行きじゃないか。新陽、米ピン、南京の3つのデバフを合わせて国民革命軍は触れられただけで敗北する軍隊になりました。ひどすぎるだろ。もう無理じゃん。全ユニットを台湾と海南島へ飛行。台湾に逃げればきっとデバフも消えるんじゃないかしら。悲しい、悲しい。台湾行きだけは避けたかったのに。これは撤退じゃなくて転進するだけよ。すぐに大陸反攻を行うわ。師団を温存してデバフを取り除ければ勝てる。多分。そうだな、台湾へ転進だ。すでに国民革命軍は総崩れ、内陸の軍隊は逃げ遅れるかもしれません。多少の犠牲はやむを得ない。できるだけ多くの師団を逃がすんだ。全軍、台湾、海南島へ撤退中。かなりの割合が撤退に成功したわ。都市陥落のデバフが消えました。領有州が少なくなるとあのデバフは消えるらしい。これで国民革命軍はちゃんと戦える軍隊になったわ。その後、海南島に人民解放軍が侵入してきたものの、国民革命軍が勝利。よし、台湾に加えて海南島も守りきったな。しかし、雲南に取り残された部隊が14個師団。彼らは助けられないわ。撤退戦の最中に我らは50師団近くを失いました。しかし、なんとか100個師団前後の師団を保全しています。銃、野砲、支援装備の備蓄はたっぷりある。海南と台湾だけでも結構な人的資源があるので新たに師団を追加することも可能だ。というわけで我が国は台湾撤退の NF を進めることができます。この NF を終わらせると、台湾を強化する様々な NF が解禁されます。日本人軍事顧問団の売団、そして経済開発、アメリカの援助など、様々な恩恵を受けられるぞ。日本ってまだ英米と戦争中だけど、日本軍人が台湾に来てくれるかしら？あ、建国宣言した中華人民共和国産、ソ連と同盟を結びました。これって結構まずい？でもこれで中共は連合とも戦争状態だ。逆に大陸反攻しやすくなるかも。まあ、島二つしか持ってない奴らが何を言ったって。この私が築き上げた正当なる中華人民共和国にかなうはずがないある。この私がソ連と結成した中ソ友好同盟相互条約、これは第三次世界大戦での共産主義の勝利、この世界革命人民親中的交代用毛主席の大勝利を確定させたある。というわけで次回、中華人民共和国大躍進、未来は常に共産主義のものある。次回、国交計画。